見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったの。いや怖えよ、そんな想像してたのかよ。うわ、俺の帽子がねえ。見つけた時にはなかったな。まいったな、どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわあ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようなこの島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、キョロとブロックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブルック、おい、ブルック、ゾロ、ナミ、ブルック、ナミさーん、ナミ、ブルック、
ミたちいたか？いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ？ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先にはす…おい、ウソップ。これサニーの怒りじゃねえか？ああ、着水の衝撃で飛ばされ…サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。いなくなっちまった奴らが心配だ。それにサニー、俺も一緒に行くぜ。サンジ、いたか？ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くから。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲もない空から落雷。では今はみんなを探すこと。ナミの匂いはこのど…俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。え？いやー！ウソップ！ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。行くぞ。あ、ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。ナミがいたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。ナミ、てめえクソゴリラ、今すぐナミさんから離れやがれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。ナミスワーン、これ受け取って。
ゴムゴムのガトリング。反撃開始だ。サンダーボルト点火。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。ナミさん無事でよかった。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これはどうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがのリンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよ、ルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。あ、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっ。この辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ。恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよ、あの島。低系統がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。おお、こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバースター。いっけ、うんけ、立て直すわよ。危ない、ジョンボーさん。なんだよこれ。させるかよ。あの男は島に着いたのか。
間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ？島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。